こんにちは。こんにちは。はじめまして、漫画家の小泉智弘です。歌人の増野幸一です。本と雑談ラジオを始めることにしました。はい。あ、実は前回撮ったら雑談のラジオしたいなと思って増野さんと撮ったんですよ。はい。そしたら結構本の内容が多かったから、はい、あ、これはじゃあ本の話をするラジオにしたらいいんじゃないかなと思いました。なるほど。そういうのも三平映画館っていう映画の感想ラジオを川崎隆夫さんとやってまして、はい、それが映画を僕よく見るんですけど、はい、最近読書習慣を自分の中にもう十数年ぶりに、はい、取り戻したので習慣づけようと、そう、本をね読みたいんですよ。なるほど。増野さんはねもうずっとあれですか、もう子供の時から読みっぱなし。そうですね、本は好きで何だろう、スキーを始める時だって本を読んでから知るみたいな、まあ本に頼りがちな人生ですね。まあちょっとこんな話を急に聞くのもあれですけど、はい、一番好きな本って何ですか？一番好きな本か、そう言われると難しいです ね。僕も今聞いててあれなんだろうって思うんですけど、人だったら言うんですね。例えば、赤瀬川源平さんっていう亡くなっちゃった人の本が好きとか、聖林堂とか聖林工芸者に関わりの深い人ですね。結構僕本ねかなり処分しちゃって、もうどんどん人にあげちゃうんですよ、読むと。だけどそれでも残ってる本っていうのはすごい好きな本で、これとか赤瀬川源平さんの円盤伝説っていう、まあ円盤が僕別に好きなわけじゃないんですけど、あ、漫画なんですね。最近ね赤瀬川源平さん亡くなったので漫画の本がまた改めて出たんですけど、これは生前に出てた本で、聖林堂から出版された、はい、今の聖林堂じゃない昔の聖林堂ですね。1988年、はい、僕ねそういうガロ系でデビューっていうか、デビューはヤンマガなんですけど、はい、ガロでも一回こっきり乗ったことがあるにもかかわらず、赤瀬川源平さんの漫画は一回も一冊も読んだことないんですよ。あんまり世間的には普通、赤瀬川さんって、ほら老人力って言葉を広めた人だったりとか、は流行語になったじゃないですか、老人力って。老人力っていうのは年を取って、力が抜けることでかえってこう肩の力が抜けた作品を作れるようになったりすることをプラスに捉えようっていう合気道的な感じですかね。老人力がつくっていうのはかえってボケたりすることで、若い時にはガチガチだった表現が結構いい感じになるみたいな、そういう捉え方だったんですけど、世間の人は勘違いして老人にもまだまだパワーがあるぞっていう枯れてないぞ、そういう老人力と捉えてた人がほとんどだったんですけど、本来の意味はボケたりすることをプラスに捉えようってことだったんですよね。これはどういった内容なんですか？円盤伝説は円盤が好きだから好きなわけじゃないんですけど、まあなんか現実の世界の捉え方の本なんですよね。赤瀬川さんっていうのはもともと前衛芸術家で、宇宙の缶詰っていう作品とかは缶詰のこう缶を開けてですね、はい、中身を取り出して、はい、外のラベルを中側に貼るっていうことをして、はい、また蓋をすることで外側が全部缶詰の中に入ったっていう、こう考え方を提案したっていうとか、外から見たら白いラベルが貼ってるだけになるんですか？まあ、外からだと何も貼ってなくて内側に貼ってることで外側が逆にこう宇宙が包まれたっていう捉え方とか、まあ、ヘリクスといえばヘリクスなんですけど、そういうアート活動をしてた方なんですよね。まあ、有名なのは千円札を模写して裁判になっちゃったんですよ、はい、偽札作りで、まあ、その過程で自分の偽札作りっていうことをずっと裁判とかで語ることになって、その中で芥川賞を取るっていうすごい変わった人なんですよね。小説も書いてらっしゃるんですか？そうなんですよ。別名義尾辻勝彦って名前で、芥川賞を取ってるんですよ。実は漫画家が先なんですか？まあ、アーティストが先 で、 漫画も書いてて、で、まあ、ちょっとねいろんなことしてる人なんです。本当一言いないんですけど、その尾辻勝彦って名前で書いた小説は、目に虫が入ったっていうだけで
短編小説になってたりして、普通目に虫が入ったって小説にしないじゃないですか。もうどうにかして撮ろうとするだけですよね。それがちゃんと小説になってるっていう、あの本当に好きな作家なんですけど、自転車乗って口を開けてると蚊が飛び込んできたりしますけどね。そうそう、それですよ。まさに自転車乗ってて、あの目に虫が飛び込んできたことをきっかけに、いろんなことを考えるだけの小説なんですよ。もうあれ吸ってる時入るとカカカってなってね、大変なんですよ。でもね、小泉さんね向いてると思うんですよ。お辻さんとかと近いもの、小泉さん。小泉さん、そのお辻勝彦の肌触りっていう、肌触り、あの最初の短編集が筑摩文庫から出てるはずなん、筑摩じゃないかな、川出文庫か、川出文庫ってとこから出てるんで、もし見つけたら肌触りって読んでみてですよ。読んでみます。デビュー作が徳屋に行っただけの話 で、 へで次に 目に虫が入っただけとか、へ、あのもうえこれ小説なのってぐらい大いないことを書く人なんですよね。いや、てっきり小説を増野さんあげると思ったら漫画だったのでびっくりしました。いや、まあ、あのでも小説好きなものもちょっとあるんですけども、あでもなんだろうな、あえて一冊あげるとしたら絵本とかかな。長谷川周平さんって人の夢の隣っていう本があって、ちょっとそれ今 その窓のとこ飾っちゃってるんで後でお見せしますけど、それとかはね、あ自分の作りたい本はこうだなっていうぐらい好きですね。どういったところが魅力なんですか。あの夢の隣っていうのはもうなんか実物見ていただくと分かるんですけど、こうページごとのレイアウトが違くて、でいろんな断片が書いてあるんですよ。はい、でショートショートみたいなものも書いてあるし、エッセイみたいなのも書いてあるし、なんかの手紙の途中みたいなものが書いてあったりして、で、まあ、絵も書いてあるんですけど、まあ、夢、たくさんの夢を見てるみたいな感じの本なんですね。で小説でもないし詩集でもないし、ジャンルがわからない本なんですよ。でそういうのが好きなんですよね僕。だから本屋さんでどこの本棚に入れたらいいか分かんない本っていう、言っちゃ悪いですけど金の匂いが全くしてないですよ。で全く売れてないし、あんまりそれが一番好きっていう人は聞いたことないけど、で僕は本当にあのそういう本が作りたくて自分も作ってるんですよ。だから売れないのかもしれませんけど。そうですね、まあ、その辺は今日の課題図書である過剰な2人でものすごく気になる、あそうです、ね、テーマでもあるので、後で話しましょう。まあ、近況でも言うと、はい、僕毎週今神様がくれたインポっていう小説と言い張ってる、あの 1枚1回あたり原稿紙10枚ぐらいの文章を書いてて、まあ、それが結構ね、まあ、大変なんですよね。それにほぼ書いてあります、僕の日常が。それはどのくらいの何日もかけて書くんですか。結構その1日で書いてるんですけど、でもあそれこそさっきの小辻勝彦さん、長谷川源平さんに憧れて、あの何も起こんないんですよ、出来事は。でその代わり離婚のことを思い出したりしてくよくよするっていう。で毎回コーヒーとかお茶とか飲んでるとこだけ出てきて、だからエッセイじゃないかって言われたらそうとしか見えないんですけど、あくまでも小説と言い張ってるんですよ、一人称ですもんね。そうなんです。で僕結婚資格って本を書いた時に三人称で書いてて、同じようなスタイルだったんですけど、それでもエッセイだって言われたんですよ。三人称で書いたのにエッセイだって言われて、もういいやと思って、もうみんなの言ったことは気にせず、本人は小説と思ってて、描きたいのはそのくよくよしたことなんだけど、毎回マスの書店でお茶を飲んでるところから始まるんですよ。それを毎回10枚書いてて、で本にするまでやるつもりなんですけども、それが一番1週間で大変なことですね。で一旦書いた後何度も直したりするから、結局1週間ずっといじってて、でまあ手離れの悪い仕事ですね。仙台文学塾っていうのに僕毎月通ってるんですけど、はい、平山夢明さん先生が、はいはいはい、もうとにかく直しまくるっつって、具合悪くなるくらい直して、そのせいで何年も本が保留になっちゃうっつってました。まあでもキリがないんですよね。僕昔の方がもっと高校生の時とかの方が文章を書いてたので、まあ狂ったように直してましたね。日常は本当に松野書店でお茶を飲みながら原稿を書いてるって感じです。やっぱ歌人じゃないですか、はい、短歌は本当31文字で、
もう一文字たりとも無駄にできないわけですよね。そうなんですよ。だから一文字というか一音ですよね、はい、そういうのでとにかく工夫する癖がついてて大変なんじゃないですかね。まあそうですね。でも、まあ、僕割り切ってて結構文章の時には、あのそんな短歌作る時とは違う力で作ってるんですけど、もともと書くのは早いんですよ。だけど難しいですね。だからそれネットに公開してる連載なので、あのコメント欄に悪口いっぱい書かれるんですけどでもその悪口書いてる人とかこんなの小説じゃないとか、あの本当にあったことを書いてるだけの文章とか言うんだけど、書いてごらんよあなたと思うのね、絶対同じ経験しててもこんな風に書けないし、逆にこんな書ける経験あなたしてないでしょと思っちゃうんですよ。だからそのあと誰でも書けそうに見えるように書くのも手間がかかるんですよ、飽きないように書くとか、だかそれはあのいちいちまたコメント欄に書かれたことをネタに書くんですけど、原稿ネタを振ってくれてありがとうございますみたいな、原稿料も払わずにどんどん原稿かさ増しができて楽みたいな。でもまあそのなんだろうな、もうちょっと僕自伝っていうかあの自分なりの人間資格のつもりで書いてるから、はい、書き終えたら死んでしまった身ぐらいのものにしようと思ってて、書けば書くほどモテなくなるのが分かってるんですけど、頑張って書いてます。あ、読ませていただきます、はい、それにだからどんな出来事があったかも出てきますね。そうですね、じゃあ今日は、はい、小泉さんはどんなだったんですか。あ、僕、近況ですか、はい、近況はですね、そうだな、いただきますね、妻がね、はい、風邪をひいてぎっくり腰をして、はい、その後風邪をひいちゃったので、はい、赤ちゃんの面倒を見て、あ、僕ね今あの自費本の漫画描いてるんですよ、あの自費出版本 の、はい、あの漫画教室の生徒さんたちにのあのすごい絵柄がきつめのごちゃごちゃしたもう迫力のある絵の人と一緒に作ろうと思って、はい、で最初3人声をかけたうちの2人が脱落して、はい、でそのうち脱落したうちの1人のと一緒に考えた話をこういうの書こうよっつってお願いしたのを僕が引き継いでそれを書くことにしたんですよ。宮沢くんっていう人のアイデアを、だから原案宮沢くんで僕が今書いて、はい、それがね16ページで 4,5 日で書き終わるんですけど、そのそういう子供の面倒みたいにしなきゃいけないのがあって、はい、妻をあのお医者さんに連れていくとか、はいはいはい、なんかもう休み休みで何日もかかって結局東京に来る前に終わらせたかったのが終わらなかったんですよ。そんな毎日です。大変ですよね、子供いるとね、しかも奥様が風邪でぎっくり腰ですか。そうなんですよ。うーん、恐るべしですね。子供が風邪ひくと移ったりしますからね、またね。子供の風邪なんて舐めてたら子供の風邪こそ強烈だっつってよく言いますよね。移りやすいらしいですよ。子供から感染すると結構しつこいですよね。で家族中に伝染してって、みんなが倒れていくんですよね。そうなんですよ、全滅しちゃうんですよ。恐ろしいですね。さて今日はですね、はい、こちらあみこ今村夏子さんのこちらあみこという小説と、はい、対談本過剰な二人林真理子さん健城徹さんの、対談本を、はい、なんていうかこれ自己啓発本的な感じですよね。まあそうですね、エッセイをリレーで、林真理子さんと健城さんが交互に書くみたいな。リレーエッセイですね、対談じゃないですね、はい、冒頭に対談が載ってます、はい、この本のポイントはですね、はい、あのもともと林真理子さんってコピーライターだったんですよ、それでエッセイ集を出して大評判になって、あのルンルンを買ってお家に帰ろうっていう、女性が初めて赤裸々な本音を書いたっていうエッセイが、もう大ベストセラーになったんですね、でそれの後に健城さんっていう編集者が、はい、あの小説書いてみないかって提案して、それで小説を書いてもらったら、まあ、直木賞候補になって、結果的に直木賞に取るんですけど、何度か候補になって、でも林真理子さんと健城さんがある時絶好するんですよ。16年間ですね、16年間でずっと絶好してたのに、ある時
さすがに健丈さんが謝りたいと思って、うん、林真理子さんをパーティーで見かけたから、うん、謝りたいのでそちらに伺ってもいいですかっていうふうに手紙を託して、うん、人に託したら、うん、林真理子さんが近づいてきて、うん、私の方こそ謝るべきでしたって言ったっていう、うん、そういうエピソードから始まる本なんですよこれは、うん、でついに2人が和解して、うん、でまあ林真理子さんがやっている週刊誌の連載の対談で、うん、健丈さんを招いて2人が再会して喋る。でその時に意気投合して、でそういうことをこう2人で交互にエッセイで書いてみないかっていう企画が講談社から来て、はい、出た本がこれです ね。だから、健丈さんは源頭者っていう出版社の社長なのに、あれ、はい、講談社だぞって見てそうなんですよ、びっくりしました。自分の出版社から出したりするようなことはしないわけですよ健丈さんは。なんちゅう商売っ気のない。まあでもその健丈さんっていうのはでも逆にそれはステータスじゃないですか。自分の講談社っていう大手の出版社が、まあ源頭者っていう後からできた出版社の社長の本を出すっていう、うん、しかも林真理子と同格なわけですよ。もうなるほど、すごいことですよそれは。あの健丈さん単体の本昔読んだことありますよ、内容もう忘れちゃったんですけど、まあ、健丈さんも伝説の編集者で、たくさんの直木賞作家を思い出しました。なんか尾崎豊との関わりみたいなのを書いた本でした。そうそう、尾崎豊もその月刊かどうかっていう伝説の雑誌があったんですよ、それの編集者だったんですよね、だからたくさんの人を世に出してるし、なんだろうな、まあ、本当にとにかく源頭者っていう出版社も立ち上げて普通は成功しそうもないのに、あの大成功してるっていう人ですよね。株式も上場してました。上場して、でベストセラーを時々出して、大体出版社ってその大手が牛耳ってるので、はい、後からできた出版社はそんな仕組みになってるんですよ、取引会社とかの関係で、だから普通は後からできた出版社がベストセラー出すのは難しいんですよ。なのに健丈さんの場合は健丈さんのところで出したいっていう人が何人もいて、有名作家が、それでもう最初からすごい有名作家が本を出すことになって、うん、吉本バナナさんとか、うんうん、それでまあ大成功したんですけど、最初に6冊とかね同時に大御所作家の本を源頭者から出して、その時広告費が1億円だったっつって、ね、書いてましたね、これ読むと林真理子さんと健丈さんがいかにこう野心を持って生きてきて成功してきたかってことが何気なく上手に自慢されてるんですよね。全部自慢その臆面のなさたるやっていうねいやでも、まあ、本当のことだからね、そうなんですよ。だからこの2人には自分がもしこうじゃなかったらっていう想定が一切ないんですよ。まあそうですよね。だけどやっぱさすがだと思いますよね、林真理子さんがだから決して美しい女性じゃなかったから、そういうことで知恵はされなかったけど、知恵を使って、もともと糸井重里さんのコピーライターの会社に入ったりするんですけど、そう、まあ、ちなみに糸井さんとも林真理子さんは一時期絶交してて、あ本当にだいぶ経ってから和解したんですよね。うん、その和解するとこもちょっとある意味大人だし、ある意味戦略家ですよね。まあね、林真理子のさんの小説って読んだことありますか？あります、あります。面白いですか？面白いんですよ。あ本当に林真理子さんはすごい才能ある人ですよ。僕初期の頃しか読んでませんけど、もうデビュー作とか それこそ健丈さんがプロデュースした、なんだっけな、星に願いをだったかな、ブドウがどうこうって、ブドウが目に染みるっていうのも書いてて、まあ、最終的には最終分に間に合えば京都までっていう短編で直木賞を取るんですけど、初期の作品のみずみずしさってすごくて、あ本当、で僕は一番好きな初期の作品はファニーフェイスの死っていう、ある広告業界の有名人のことを描いた小説があるんですけど、それ本当に面白いですよ。話を聞いてよかったです。いやもうね、本当に読みもせずにつまんなそうだなって思ってたんです。すごい人ですよ林真理子さんは。まずすごいのは、だって一時期フジテレビのイメージキャラクターまでしてたんですよ。そうですよね、タレントみたいな活動してて、でコピーライターとしてもコピーライターの有名な賞を取ってて、でエッセイもベストセラーになって、で結構時代の人だったから、こんな人、こんなチャラチャラした人が小説家結構ないとみんな思ってたんですよ、そこを健丈さんがあなたは小説書ける人ですって言って書いてもらって、
なかなかそういう人が直し候補にならないんですよ、うんうん、やっぱりこう偏見があるから、うん、今回又吉さんがね芥川賞取りましたけど今年、うん、そういう有名人が直し候補になるのも難しいし、うん、なっても取んないんですよ普通、うんうん、多くの人が有名人が候補になって落ちていったんですよ直し候補って。うーん、だそこは本当に林さんに才能があるんだし、健常さんもすごく優秀な編集者だなと思いますね。うーん、でもだからこれ読むと僕とかは、ええ、あ、僕コンプレックス意外とない人間だったのかなって。あの本当にね、健常さんも高校の時に学校で一番の美女を好きで、はい、最終的に付き合うじゃないですか。結婚するみたいですもんね。結婚するんだ。結婚まで書いてなかったでしたっけ。結婚書いてなかった気がします。でもそうなんですよね。それに林さんも人間だったら誰しも有名になりたい、金持ちになりたいみたいな、はい、そういうのがあって当たり前でしょみたいなことをバーンって言うんですよ、はい、そうかなーって。もうそこで ね、まあ、そこねちょっとついてけないないなって思うんですよ。いやそこはね、小泉さんがやっぱり、おじいちゃんが亀田製菓の創設者だったりとか、まあ、もちろんね自分も金欲しいだ、はいはい、あるんですけど、そこ以外だよ、もっとあるでしょって思うんですよ、まあ、でもだから小泉さんやっぱりね、お金持ちの家の育ちのいい感じがしますよ。はそのガツガツした野心とかじゃないもの、行動の理由が。そうですね。で僕は結構その物書きになっているのは、ある種やっぱりコンプレックスが強いからだと思ってるんだけど、林さんと健常さんには負けるというか、はい、あ、まあ、僕もねコンプレックスが絶対あるんですよ、はい、すごく。だけどそういうなんていうかベタなものにはを忌避してる部分はすごくあるんですよ。なるほどね。でも本当かな、だから林さんはつまり、でもすぐ正直ですよね、そこは好感持ちますよね。それにそのね、みんなが求めて当然でしょって思ってる人がやっぱ大半じゃないですか。その人間たちの中から抜きんでるってすごいことですよ、まあ、すごいことですよね、林さんは運っていうのは自分で引き寄せて、あの絶えずチャンスを伺うことだから、そうちゃんと運は自分の力だとかいうことをおっしゃってるんだけど、あなた様できたけどって思っちゃうよね。そうそうそう、よっぽどですよ。だから健常さんもねすごい努力家なんですよ。であとセンスもいいんですよね。作家にはもう手紙をもう書きまくるっつって、しかもその作家、あの自分も手紙もらうけど自分のこと書いてるような手紙はダメなんだって言って、すごく役に立ついいことが書いてあるんですよ。だからつまり相手の作家の人のどこがいいかを、しかも誰も言わないようなことをね、そう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 、あの指摘してあげるんですよね。本人すら気づいてないようなことを。でも確かに物書きって孤独だから、そんな手紙もらったら嬉しいですよね。メロメロですよ。あと有名なのは花束持っていくらしいですよね。男の作家でも石原慎太郎とかでも花束持っていくんだって、そしたら男から花束もらったの初めてだよとか言って嬉しくなっちゃうらしいんですよね。いやでも健常さんはやっぱり仕事できる人で、僕感動したのはその公文式っていうのがね、まだ有名じゃなかった時に、あの角川書店に健常さんまず入るんだけど、その前にちっちゃな出版社に行った時に、あの公文式っていう塾の本を出して、で公文式ってそんなに有名じゃなかったけども、あの珍しいオリジナリティがあったから、それを本にしたことで塾自体も有名になったし、であとその塾の会員がいるせいで親御さんが買うわけですよ、うん、本を、うん、で健常さんがはっきり言ってるのは、売れる本の条件はいくつかあるけど最後に大事なのは何でしたっけ、コネ、癒着、癒着、癒着が大事だと。でもその通りじゃないですか、本当に。だからあのほら塾です、学生がいっぱいいる、教え子がいっぱいいて、親御さんもいる、みんなが買うっていうのは、確かに癒着ですよ。本当にね、生林工芸者は癒着がなさすぎる。本当ですよね。いや、そこは、そんなことなかなか本音言わないですよね、みんな。まあ、この本僕、嘘だなと思ったところもあって、林真理子さんが、絶好した理由はよく覚えてないけどって言ってるじゃないですか。あれは、まあ、大人のサービスっていうか、そうですね、絶対覚えてるに決まってるじゃないですか。よく言うよって突っ込みたくなりますよね。だけど、決定的なことが絶対ある、まあ、積もり積もったものもあるだろうけど、なんかそこを弾けさせる決定打があったんですよ。あったんですよね。だけど、まあ、一番きつかったのは、だからお前の本は売れないんだと健常さんに言われて、で当時売れてなかったと。あ、そうなんですか。林真理子さん、あ、そうかそうか、ある時期売れてなくて、そうですね、でそれが悔しくて頑張ってて、
やっとヤシンのスメって本が売れて、あの不機嫌な果実もうそれも売れて、あ、それが売れた時なのかな、とにかく売れて自信がついた時に健常さんにこうなんか和解することになったんですよね、うん、まあでもそう健常さん の, その仕事の一個一個、例えば角川映画の苦労とか、うん、あと角川春樹さんっていうちょっとおかしな、そうです、ね、クレイジーな、すごい能力のあるカリスマ的な、僕角川春樹さんにインタビューしたことあるんですよ。はあ。で角川春樹さんすごい人なんですよ。自信を止めますからね。もうね、会うとね、意地悪な質問とかする気なくすんですよ。はあ。甘いにもカリスマ性があって。本当に。で僕あの俳句とか短歌詳しいから、角川春樹さんにね、あなたは自分の会社のあの俳句の賞を自分で取りましたねみたいなことを言ったんですよ、はあ、でも全然そんなことも気にしないの、はあ、でそういうこともちゃんと記事に書いて、はあ、そしたらちゃんと気に入って何十冊も買ってくれたの、そのスパを。なんちゅう大きな面白い人ですよ角川さん、まあ、僕角川春樹はね、小説、あ、自分であの作った映画がご自身が監督したのがものすごいつまんないのばっかりで、あ、まあ自分で撮った時をかける少女とか、うん、時をかける少女見てないんですけど、他のもねつまんないんですよ。レックスとか、レックス、レックスって何だったっけ、レックスも見てないですね。違う監督か、あれは。人間の証明だったかなんとかと、あとあのレースするやつとか。でもそれ言うなら村上龍だって小説はすごくても、映画にするとえっていう。ああ、でもね、あれですよ、デビュー作の限りなく透明に近いブルーは正直 そんな面白くなかったんですけど、はい、しばらくしてふっと思い返す、あ、やっぱなんかいい映画だったな、ね、すごいすごい評価じゃないですか、ね、なんかね割と好きな映画ですよ、じゃあ大丈夫マイフレンドは、大丈夫マイフレンドはね怖くて見てないですねラッフルズホテルはつまらなかったですね。あ、まあでもそういうことあるじゃないですか。あと SM のやつも大したことなかったですね。いや、だから角川春樹さんってカリスマ的な人の、まあ、片腕として角川書店を盛り上げた人なんですよ、で角川春樹さんが麻薬で捕まった時に、まあ、その責任を取る感じで角川を辞めて、それででも42歳ですって、若い。僕なんかでも全然年5歳も年下の時に、そうですよね、出版社一人で立ち上げて大成功させるっていう、ですよ、いや、ちょっとだから健常さんみたいな編集者に担当してほしかったですね。ねえ、もう本当いいなって思いました羨ましいですよ。僕月刊かどうか大好きで、ずっと読んでたんですよ、でも自分が月刊かどうかに呼ばれた時には、もう健常さんは編集長じゃなかったし、すぐに月刊かどうかもなくなっちゃったし、うんうん、で幻冬舎には僕嫌われてて、あ、嫌われてるんですか。そう、本当に縁がないの。僕の教え子的な加藤千恵ちゃんとか佐藤真由美さんは幻冬舎で仕事してるのに、うん、僕一切仕事したことないっていうか、本出しましょうとか言われたことないですね。なぜでしょうね。なんかね嫌われてるみたいで、一番ひどかったのはあの立野さんって有名なね、やっぱりその健常さんの片腕の人がいるんですよ、立野さんっていう編集者で、優秀な人、その人とちょっとご縁があって、僕の好きなある詩人のね、青木恵子さんっていう、早坂瑠衣っていう別名を持ってる人なんですけど、その人の本を出しませんかっていう売り込みしたことがあって、で興味持ってくれて、僕の詩集を預かってくれたんですよ、大事な絶版本の詩集を、したらその話はなしになっただけではなく、本を返してくんない。ひどいですね。それで毎年年賀状で本書いてくださいって何年も送ったんですけど結局書いてこなかった。なくしたんじゃないですか多分。あ、それでそのくせ、これは噂話だから本当かどうか分かんないけど、飲み屋で僕の悪口言ってたらしいですよ、でまあ僕が離婚のことをずっと連載で書いてたりした時だったから、南九太さんと仲いいんじゃないですか。分かんないです。でもまあ、確かにその僕が離婚のことをずっと書いてたのはどうかと思いますけど、本人もね、でもまず詩集返してよって思ってます。そうですね、はい、まあ、別に健常さんのせいじゃないですけどね、僕幻冬舎の人に会うたびに舘野さんが本返してくんないって話してるんだけど、みんな苦笑いするだけで何もしてくんないんですよ、ひどい。そうですね、はい、検討したご縁あります？何もないです。あ、でも文芸系ですもんね。そうですね、僕は漫画なので。でもいや、小泉さんきっとね幻冬舎から書かれますよ、はい、本当かな。今度のその
あのうちの子のりなよのヒットによって、きっと本当にそしたら増野さん日本を返すようにお願いしますよ。多分帰ってこないと思いますけど、でもいや、小泉さんなんて僕それこそ健常さんはもっと現役的に、あの今多分偉くなっちゃったからなかなか担当しないでしょうけど、現役だったらすぐ声かけるぐらい文才ある人ですよ。そんな滅相もない。本当ですよ。でもなんかそこで健常さんとかに自分は面白いと思えなかったんだなっていうのは、嫌なぐらいこれ読むと羨ましくなりますよね。あの健常さんの仕事の面白さとか。そうですね、手紙もらいたいですもんね。あと林真理子さんの頑張りがどんどん報われていく感じとか、もうね、そうでも時代もあるんでしょうね。そうですね。あと林真理子さんパイオニアだから、いま、だにアーンとかでエッセイ書いたり、ずっと連載やめないでやってますけど、今じゃあ林真理子さんのポジションになれる人がいるかっていうと、加藤千恵さんじゃないですかね。なるかもしれない、加藤千恵ちゃんなら。でも難しいんですよ今って。その林真理子さんみたいにそんなシンデレラみたいな人生を歩める人いるだろうか。まあ、美貌以外全てを手に入れてますよね。いや林さんってだって今年齢的には同い年の女性に比べたら、あの綺麗かもしれないじゃない本当に。そうですね、保ってらっしゃるというか、すごい人ですよ林真理子さん。ああ、じゃあ、僕きっと嫌われてると思うんですけど、ちょっともうちょっと課題図書、もうちょっと言ったら林真理子の初期作品を読みましょうよ。読みましょう。あ、僕大好きなの結構だから初期の何作かは大好きですよ。ただ最終日に間に合えば京都までっていう直木賞を取ったやつはちょっといやらしい、あの男女のいやらしさを描いた話で、人間って醜いっていう小説ですね。じゃあさて、増野さんにお勧めいただいた、はい、こちらあみこっていう今村夏子さんの小説なんですけど、はい、その本を読んでこっちを見返すとね、はい、その二人があみこじゃーっつってねいじめてる感じがすごいするんですよ。あみこ、まあの主人公は林真理子さんとかじゃない側の人だもんね。そう、いや、じゃない側どころか発達障害なんですよ。まあそう、だからこの小説のすごいところって、はい、あのね、僕あの小説書く練習をたまにするんですけど、はい、もう9月から忙しくてできなくなっちゃったんですけど、はい、11月サボっちゃって、私小説っぽいんですかこれって。わかんないんですよ。ただね、僕そのアミコが三島由紀夫賞って取った時に、その記者会見の現場にいて、で確か僕の記憶じゃなかったらですけど、いなかったかなこの時は。結構三島由紀夫賞の中継をニコニコ動画でやったことがあって、確か僕のやってた時に撮ったんじゃなかったかな、三島賞。あ、違ったかな、記憶が混同しちゃってるんですけど、とにかくこの作者の方が記者会見やったの見たことがあるんですよ。それであの撮った時に言ったことが、私本名とか住所とか明かしたくないんですって言ったの。ほう。で確かに賞とか取るとね、あの記事にね本名が出たりとか、住んでるとかどこどことか出るんですよ大抵。でもこの人はあのいやそこを明かしたくないんですって真っ先に言ったりとか、あと新作は何を書きますかって言われて、書かないかもしれませんって言ったので、実際書かなかったっていうか、その本になるぐらいまでは全今文庫本で全3作書いてるんですけど、そんなめでたい席で後ろ向きな発言しかしなかったと。でも決して気をてらって笑わせてやろうとして言ってんじゃなくて、心からそう言ってる感じだったの。だから ある意味こう軽い発達障害っぽい、でそれは正直私とか小泉さんもよく言われるじゃないですか僕は一人っ子気質だと自分では思ってますよよく。だからでも松山富野さんとかに言われるじゃないですか、あのつく病気って。でまあそれがどうか分かんないけど、僕は比較的軽いと思ってる、その発達障害があったとしても、だ重いですよ、アミコはね。アミコはね、もう多動とかもある感じですよね。あと途中でだって幻聴が聞こえるから、統合失調症でもあるかもしれないですよね。ああ、結局でも幻聴は違ってたんですよ。まあ、お兄さんの音だったってことは。あの鳥がいたんですよ。あ、
なるほどね、鳥の巣だったってことなんですか。そう、まあ、とにかくねこの小説びっくりしたのが、はい、三人称でアミコを描いてるんだけど、なんかねその三人称の描写が割と主観的表現で、はい、なんかその一人称的な感じと三人称がすごい行き来するんですよね。まあそうですね。とにかくアミコにずっと寄り添ったアミコを中心として描いてる三人称で、はい、そこがねなんか生々しさがあって、まあ本当読んでてものすごい迫力があるんですよ。この小説変わった書き方ですよね。だからね、あのだって出だしがまずあの竹馬に乗った友達が来るシーンから始まって、 それがね、そうそうそう、で最後に竹馬で終わるから、つまり竹馬から竹馬までの竹馬が歩いてる最中のほんの一瞬の思い出しなんですよね、これね。あ、そうそうそう、竹馬を歩いてるんだけど、その途中でなんか歯がないとか言ってるし、なんだって思ってあ、だから情報の出す順番が独特ですよね。そうだから、だんだんねまともな人間だと思ってたら、まあこんな言い方差別的ですけど、 あれこいつ変だぞってすごいですよね。そうでも本当情報の出し方の順番が独特で、で全体読むと、あ、こういうことなのかなって。僕だから今さっきあの幻聴のことも言われてみれば鳥の巣の話が出てくるから、でも僕ずっと幻聴があるのは統合失調症かなと思って読んじゃいましたまあそんな感じもします。でも順番からすると確かに最後に巣が出てくるから、あのそうなんだけど、でもお兄さんが不良になっちゃったとか、小出しにちょっとずつ全貌が分かってくるんですよね。あのお母さんが実母じゃないとか、ないとか、そう、それも途中から分かるんですよね。そう、あとお母さんがだからお子さんを妊娠したけど流産しちゃうとか、流産というか死産になっちゃうとか、すごいでしょうねこの情報の出し方の。出し方がミステリー的な構成なんですよ、だからあらすじとかだけ言っちゃうと、そういうあのアミコちゃんっていうちょっと発達障害の女の子が主人公で、その子が本人は悪気がないのにどんどんみんなを苦しめ本人も嫌われていくって話なんですよね。客観的にこいつムカつくなって感じがすごいするんですよ。あ、そうですか。そばにいるともうイライラするなって、やめろよって思うんですよ。なんかだって、どうなんだろう、小泉さんはあんまり自分はそういう目に合わないの。僕は結構アミコ側の気持ちで読んじゃいましたよ。そうだけど、だってノリ君がかわいそうですよね。ノリ君がだってピーナッツだと思って食べてるあ、ピーナッツじゃなくてあれチョコレート、あのクッキーだと思ってたら、もともとはチョコレートなんだよね。唾液のたっぷり染み込んだあれひどいですよね。おえーって思いました。 あれは確かにミステリーですよね。あのこれから呼ぶ方のだからね、この表現もすごい突き放して寄り添いながらも意地悪く描いてますよ、すごい。これだから読者のために言わないでおきたいけど、最初に出てくるんですよね。最初にクッキーを試しが出てきてそれがあることで分かってくるんですよね気持ち悪いって思わせる書き方してますよ。いやだけどこれすごいですよこれドロアデエピソードもこれ本当にあったことしか思えないですよね。そうなんですよ。そうじゃなかったらこんな風に書けないと思うんですよ。思いつくわけがないこれでもすごいのがだから著者の方はアミコなのかな。そうだと思うんです。だからね最初ね増野さんは、あの俺があの私小説書くといいっつって進めてくれた時にこちらに読んだ方がいいっつって進めてくれたんですよ。僕小泉さんの文章大好きなんだけど、その小泉さんの文章の不思議なこう本物感っていうか、目に見たかのように書く感じとかがちょっとアミコに行くと思ってだからこれ三人称とその主観表現みたいなのがすごい気になって、そこがなんかもうテクニカルですね。だからむちゃくちゃすっごいもう天才的ですよね、この構成も超面白いし、初めて書いたらしいですよこれ、ま、でね、それでね、まあ、ちょっと離れるんですけど、はい、次に乗ってピクニックが普通なんですよ。ピクニックがまた、いやでもピクニックがすごいのは、ルミたちって出てくるでしょ、ルミたちって書き方普通しないじゃないですか。確かにそうですね。だから集団のこと全部ルミたちって書いてて、何が一番目立ってるんですかね。でもルミたちって集団は全部考えが一緒だってことでしょ。ああそうですね。だからその主人公ルミ以外の個性がないですもんね。ないの。主人公の女の子とルミたちと、あと新参者っていう構図なんですよ。そうです、そうです、新入り。あとはルミ、あのルミじゃない主人公が、
主人公が言ってることが虚言なんじゃないかっていう話なんですよね。そう新人がそれをねすごい追求してくるんですよ。だからこれも結構ミステリーの構成ですね。だからルビたちっていう集団が、その虚言癖っぽい女性の発言を割とわざと真に受けたりして、話を乗せていくんですよね。それでその女性が有名な人と付き合ってるって話をするんですよ。売れかけの笑い芸人と付き合ってるっつって、それでもその人が本当に売れていくんですよね。それでまあうちは言わないけども、最後はその新しく来た新参者の人が、この人変だなってことを言っちゃうことで、場の空気が崩れるんですよね。あ、そうでしたっけ、はい、こっちはねあんまちゃんと見返さなかったんですよ。いやだからこれもちょっとその虚言癖の人とかが、おかしな人で、まあ、ルミたちが一般な 世間の振る舞い で、でまあ、新人だってまあ確かに空気読まないけど、ある種世間の人たちなわけですよ。そっか。だからやっぱしちょっとおかしい人と世間の人たちって構造なんですよ、うん。まあ、これね、そうですね、途中から春元気っていうその付き合ってるっていうお笑い芸人が川に捨てた携帯電話を、はい、その下流でその主人公が七瀬さんが住んでる近くの川ドブさらいみたいなのを延々し続けるっていう話になってくるんですよ、はい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 、それがねあんま面白いと思えなくて、でもそれも、やっぱしそんなの本当は付き合ってないかもしれないんだから、 そんなことしても無駄なわけじゃないですか。 それに見つけたところでその水没した携帯あってもしょうがないじゃないですか、でもそこがだからちょっと狂ってるんじゃないですかね。そうですね、狂ってますね。いやだからこれは全部共通してるんですけど、最後の地図さんっていう文庫本にだけ載ってる、僕が最初に読んだ単行本には載ってなかったんですよ。あ、そうなんですね。文庫本になるときに足された短編があって、これも語り手が主人公なんだけど、ちょっとこうボケちゃったおばあちゃんがいて、その、まあ、ボケちゃってるわけでもないのかな、でもまあちょっと一人暮らししてるおばあちゃんがいて、そのおばあちゃんの家族が来るんですよね。でその家族がいわゆる世間一般なわけですよ。あ、そうだそうだ。それで整形とかしてるわけですよ、アイドルデビューを目指して、でそういう家族が出てきて、で語り手の主人公が地図さんをこう連れて逃げようかと思う、そっと連れ出しちゃうんですよねっていう話なんですよね。なんだこりゃって思いましたよ。だけどこれもやっぱりそのある阻害された人物と政権一般の構造になってて、どれも同じなんですよね、構造はね。そうですね。だけど語り口がすごい変わってて、でもうまいか下手かで言ったらめちゃめちゃうまいですよね。アミコはすごい。でこれもだから会話の本当っぽさとか、出来事の生々しさ本当っぽさが、あと一個一個裏切られていく感じだから、例えば弟が生まれると思ってたのに違ったとか、それが徐々に分かっていく感じとか、まあすごいすごいですよね。で本当ね奇跡的だなって感じたのが、過剰な2人とアミコを同時っていうか前後で読むっていうのがこのね、そうそう、この金の匂いのしなさ、しなさ。だから過剰な2人がいかにこう世間に迎合して、迎合っていうか世間の中で抜きに出ていくかって話で、そう、まあ、メジャーの中でこうガーンってトップを狙えみたいな話じゃないですか。でアミコはもう本当に世界と相入れないアウトサイダーですよ、話なんですよね。だけど僕これをもってすごいと思うのは、アミコの前の人たちが別に意地悪なわけじゃないじゃないですか。普通ですよ、むしろそんなに意地悪じゃないって思いました。もっとひどいいじめにあってもしょうがないぐらいなのに、家族全員も親切なんだけど、やっぱし腹にすねかえて怒っていく様がわかるし、でアミコがなぜそうしたかも別に意地悪でやってるんじゃないんですよね、だけどアミコのちょっとこう空気読まない感じによって、人々の心をいちいち逆なでして最後は好きな人に嫌われて終わるんですよね。歯のなくなった秘密が分かる。そう、分かるの。でもこれ、ね、救いがあるのは、そのアミコのことずっと見つめてる坊主頭の男の子が出てくるんですよ。そこもすごくて、ここ最後すごい、ここ感動するんですよ。感動しますよね。でだからある種世界の全体が描かれてる小説で、これを読むと世界ってこうだったなっていう、あ、そうそう、世界ってこういう感じで、だけど悪意がなくてもこんな目に遭っちゃうんだなっていう、あのね、でもね、冒頭でアミコが竹馬でやってくる
マスノさんみたいな女の子、はいはい、僕竹馬が好きなんですよ。お花を用意してるじゃないですか、はい、そこがもう変化を表してるんですよ ね。そうで、あとしかもこの主人公のアミコが違う子のことをおもんぱかってるんですよね。だからその子がお母さんに怒られちゃったから、あの汚い花じゃなくて綺麗な花をあげよう、そうだから自分の見てるんですよね、竹山の子に。あ、そうなのか、はい、あ、僕はね、ただそのこの最後坊主頭の子に対して親切したかった、教えてほしいっていう、それまで考えても見なかった感情っていうか、そうなんですよ、ね、希望とか要求をその子に訴えるところで、あ、アミコはこれからお勉強するのかなみたいな。そうですね、でもそこで秘密だって言われるんですよね、だからアミコのことをずっと見つめてきた親切な男の子が秘密だって言うわけですよ、でもずっと秘密にされてきたんですよアミコは、いろんなことを、でそれこともその作品の構造の残酷さなんですよね。あ、本当だ、そうですね、お父さんも秘密にしてするし、お兄ちゃんも自分には本当のこと言わないわけですよ、これすごいのはお兄ちゃんもかわいそうですよね。お兄ちゃんもかわいそうだ。不良なんだけど、そう、まあ、それは不良になるよねっていう感じだし、うん、お母さんもそのママ母もね、決して悪い人じゃないのに、そう、体壊していくし、いやーもうこれは大変すぎるんですよ。お父さんも悪者じゃないのに、結果的には娘にひどいことしてるし、もう何もかもが不幸ですよね。そうだけど、あの、なんだろう、嫌な話かっていうと、こうだったなって、世界ってこうだったなって思う話なんですよね。そうですね。だって風呂に入ってないアミコに対して風呂入ってるのかっていう友達も親切ですよね。うん、そうですね、うん、もう耐えられないって、それまで耐えてたん、そうそう、だから、あ、ある種発達障害の重い人がどういうふうに世界を見てるかも分かるし、あのそれによっていかにみんなが困ってるかも分かるし、なんだろうな、この不思議な三人称なのに一人称みたいな書き方がものすごい効果的ですよね。そうなんですよ。でしかも最後竹馬に乗ってくるちっちゃな子を待ってるところで終わるわけだから、ある種ちょっとこう人生が続いていく感じも、これがね、引っ越した先の何年後かとかは分かんないじゃないですか。分かんないですね。何歳なのかな、今。何歳で改装してたのかなって。そういうところも、こにくい演出ですね。で、ママ母にほくろがあることとかも、お兄ちゃんが一生懸命妹に、ほくろのこと言っちゃダメだって一生懸命言うんだけど、ちっとも分かんないのね、あれ、ね、ほくろを見つめ続けてるんですよ。あとその巣が出てくるところも衝撃的なシーンですよね。そうですね、あそこはお兄ちゃんが出てきて、巣のシーンは本当、ドラマチックですよね、そう、僕もね、あの正月に、何年か前の正月に、はい、何歳か年下のいとこの薄くなった頭皮を見つめ続けて妻に怒られたことがあるから、やっぱそういう気質あるなって思いました、今話を聞いて。あ、でも僕も女子高生の足を自分で見てないつもりですっごい見てたらしくて、マスオさん見すぎって女性の友達に言われたことがあって、あ、そうか、僕 見てたかみたいなことはあったな。そういえば、そうですね、二人とも似たようなもんですね。さあ、そうした2冊をどっちもすごく面白い本でした。僕はね、このラジオをね、はい、読めない2人ってタイトルにしたかったんですよ、それは空気読めないって言われがちの2人なのと、まあ、本を読むから、はい、読めないって言っとけば、みんなのハードルが下がるかなと思ったのと、マスノイや小泉は先が読めないなってみんなに思ってくれたのいいなっていう、プラスの気持ちも込めてみたんですけど、はい、小泉さんからあらかじめ言い訳してるみたいで嫌だって。そう、僕ね、なんかね、どのジャンルを見ても最近ね、はい、予防線を張ってるのにすごく気になってしょうがないんですよ。なるほど、予防線文化がね、なんかね、気持ち悪いなって思って。そうかもしれません。そう、でもね、映画の感想ラジオっていうのも批評っていうとなんか自分であれ出しちゃうから、そう言ってるのも今ちょっとね、恥ずかしくなってきてるところなんですよ。難しいですね、予防線文化をね、なんかもう嫌だなって思ってます。なるほど。まあ、じゃあこの番組のタイトルはどういうことにしたんですか。ね、
本と雑談ラジオそのままですねそうですまあいいあいいでしょうかね本と雑談、まあ、またシャレたタイトルが思いついたら変えましょうはいちょっと今僕アーモンドチョコレート口に入れちゃったんで喋りにくくなっちゃいました、さてじゃあ次回は次回の課題図書は又吉何さんでした幸吉さんでした又吉直樹さんですね又吉直樹さんなんだろう幸吉ってどっから出てきたんだろう吉っていう名前を吉って読んだんだきっとまたあそういう間違い僕もしますあ僕も頭に漢字を浮かべて、読み間違えることよくしますね小泉さんも お恥ずかしいあじゃあもう2人ともじゃないですかそうですねやっぱり僕たちはアミコ側の人間ですようんそうですそう又吉直樹さんの、はい直樹さんベストセラーであり芥川賞小説火花火花と増野さん大好きだという東京百景あそれはあのついででいいのかもしれないので、はい、ちょっと僕もう一個今日小泉さんにね、貸そうと思った本があって ありがとうございます三浦純のない仕事って本をへ三浦純のない仕事の作り方って本が面白かったんでおこれをよかったら読んでみてくださいわかりましたで別に課題にしなくても、はあはあはあまあ、読んでみての反応知りたいので、はいありがとうございます三浦純さんのない仕事を作るっていうやつと、あと又吉さんの火花、はい、あとついでに火花もいいけど僕のもっと好きな又吉さんの本の東京百景を紹介したいと思いますわかりましたそういうことでじゃあぜひよかったら皆さんも次回来月ですかね、はい、何日になるか分かりませんがお読みいただいてお聞きいただけると楽しいんじゃないかなと思います。今日のこんなのでちゃんと話せたんだろうか。まあ、本当読んでない人置いてきぼりな感じはするんですけど、ね、まあでもその辺は、読んでみると、あ小泉さんや増野が言ってたのはそういうことだったのかっていうのが、まあ、ネタバレもしちゃって申し訳ないんですけどね、まあ、でも多分ねこう聞いてもね、びっくりすると思いますよ。そうですね、まあ、本当アミコはとにかく読んでほしい。だいたいアミコは、三島由紀夫賞の選考委員の増田光さんと、あと歌人の穂村弘さんが2つの解説がついてて、文庫本に解説2つっておかしいでしょ。あそうですね、はい、えー、もうねとにかく傑作なんですよ。でもこの人書いてないんです、ほぼ書いてなくて、もうこれ一冊だから、もう一冊読めばこの人の本は全部読んだことになるんですよ、いや今年読んだ中で小説で一番びっくりしたのはこちらあみこです。いやもうこちらあみこは誰もが読んでるべきだし、教科書に短編が載ってもおかしくないぐらい、ある子って極まったものですね。本当文学って感じですね。でも僕は小泉さんがアミコのようなものを書ける人だと思ってる。いやいやいや恐れ多い。あとちなみに漫画はですね、はい、近藤陽子さんの初期あデビュー短編集がセリン工芸社から出て、はい、それが今年一番面白かったです。あ結局そうなんですよ、昔出た本が面白いんですよね。だから今年の良かったなんて言っても、もう再起が爆発してましたよ。あだから本ってどうしてもテレビとかだとね、新刊本紹介しろって言われるんですよ。でも昔の本でもいいじゃないですか。さてじゃあ次回は三浦純さんの何の本でしたっけ。はい、ない仕事を作るの作り方、ない仕事の作り方と、又吉直樹さんの火花を紹介します。読みたいと思います。はい、で今日も阿佐ヶ谷の増野書店でお届けしました。はい、ではまた。さよなら。さよなら。